赤足のオスですね。だいたい2、30ミリくらいかな。うん、いいやつ。出現いいな。なんだこれ。わかんない。スズメガか。ボケやっぱない。ピンボケやっぱないな。こんな感じ。待って、スズメガいっぱいいるんだけど。スズメガの産地だよ。あれこれ何、シジミ？シジミだけねえだろ。夜に超来ねえぞ。あ、そうなの？うん、尺が、ね、尺が、うん、また落ちてきた。頑張ればショウマの分も取れるかもね。あ、自分で取るの？いや、そこじゃないけど。スズメが多いな。スズメが。ね、前5、6月ぐらいまで、だいたいね。イボタとかエゾヨツとかだったのに、でだんだん甲虫系増えてきて、エゾヨツもほとんど出てこないですよ。あ、そうなの。じゃあもうだいたい今取れるのって、エゾヨツタイムの方がいい。あれ日没直後だから。今取れるのかなりすごいよ。っていうか珍しいっていうか。そうでもいいかもしれないけど。もうそろピーク過ぎるの。これだけね、暗くなっててエゾヨツ来たら、すげえな。だいたい葉っぱとかに隠れてんの、ずっと。もう止まっちゃうんだよね。まあだいたい外敵いないしな。あ、お水。結構羽ばたくな。かわいい。取っていい？取ればって。取ればって。あららら、股間に挟んだ状態でやる。よいしょ。あら、あらら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 。股間にさ、ライト挟んだ状態でやってんだよ俺。あんまり羽の方持たない方がいいな。あー、リンプンリンプン。あー、ちょっとやめて。まあいいや。うん。あー、いいね。ちなみにオスとメスの分け方は？知らないの？知ってるけどみんな来るんだよ。ああ、説明が、したらいいわ。自分でググるわ。あー、ちょっと待って。小さいジップロックどこ？どんどんずれてきちゃうんだよね。小さいのってどこ？あらららら。お前何撮ってんだよ。
来たね。ママに来ちゃいましたね。やった、めっちゃいいのあるじゃねえかな。しかも結構でかいっていうね。俺引き続きお金差し出せるわ。でっかこいつ。やっとでかい。やっとやったぞ。今回ちょっとやばい。深山、深山うわーでかいな。ちょっと待って、測るか。50、60あるよ。いいよ、手本見してやるよ。